今日は何の仕事でしょう。今日は僕個人がね出しました100スタのねサインを書く日です。お渡し会っていうのをやるんですが、直接お渡しするね本に直筆のねサインを書くということで、事前にそれを書く日となっております。大体何冊ぐらい書くんでしょうか。サイン確か2500冊ぐらい書く予定だと思います。まあ合計6時間ぐらいねかかる見込みらしいので、頑張らないじゃなということで、今10時15分なんですが5時まで編集してまして。なるほど。まあびっくりですよね。限界の中サインを書いていくと。まあ限界の中って言ったらまああれですけどね、あ命乞いしてるみたいですけど、はい、そういうわけではないんで、別に自分のね編集のペース配分が悪くて5時になっただけなんで、あそこは気にせずどしどしサイン書いていきたいと思います。ちょっとじゃあこれは密着ということで、はい、適度に回させていただきます。お願いします。勝手に回しとくよ。じゃあ、はい、また次あのサインするところについてはね回します。 OK、はい、でさ着きましたけど、はい、一回見ますか寮。まずここ、まずこの机ね、わーっと回っていきまして、ではあそこにもこれ全部ですよね。そうですね、この空いてないのも全部。マジか。今日全部で何冊ですか。2100だ。前回ヤマト何冊でしょ。はい、倍近い。どこで回ってってこれだってもう実際のものですもんね。そうです、そうです、はい、ぜひ開いてみてください。実際のものができたみたいですが、やばい、すげえ、2100冊か。そうですね、結構あんまりない数です。あんまりない数だそうです。だいたいどれぐらいですか。いや1000冊でもかなり頑張らなきゃねっていう雰囲気になるんで、2000っていうのはこれって本当にどれくらいかかるんですかね。そうですね、個人差が結構あるのでサインの複雑性とかに。2100、普通に1冊10秒だとしても2万、ん21万秒、うん、いや、2万1000秒。あー、そういう計算無理だ。もうやろう。あやってこう。やります。1時間に例えば400冊のペースだと、もうノンストップでやると5時間っていう計算になるので、はい、1時間400を、まあ、一応目指す。15分で100。はい、15分でだからこの9秒で1冊やな。あ、早いよ。この本のこのワンコそばでいうどんどんみたいな場所をスムーズにできれば。あ、はい、あのもうあの人が、あ、すみません、スタッフの方たちいいですか。あ、あのもう始めるので、はい、すみません、はい、よろしくお願いします。それでちょっと1個、はい、先に相談なんですけど、ペンをどれを使うかっていう。ちっちゃいペンの方がなんか一応このちょっと濃い色なんで、はい、黒とかだとちょっと沈んじゃうなっていう感じで、もしこっちに書くんだったら黒のペンでも全然いいかなと思うんですけど、はい、なんか例えば青いとこに金で書くとかも結構かっこいいかなっていう感じ。これってこの辺にちっちゃくとかじゃ変ですね。いや、いいですよ、全然場所は全然どこでもよくて、書きやすいところで。じゃあこれでいくの。はい、この、はい、このペンで。やっぱペン、金の方が可愛いですね。はい、可愛いですね。はい、じゃあ金のポスカーを、はい、あ、ここにある始まるみたいです。いやー、2100か。けど今の感じで4秒とかだった。頑張ります。とりあえずちょっとあの書いてる最中も回します。はい、なんでその都度辛いとかまだ楽しいとかあの言ってくれたらあの素直な感情をね。そうです。 OK、 お願いします。はい、で終わったら辛いので、はい、そう、そんな感じで、こういう感じで。あ、こうしようか。ちょっと縦に長い。最初は慣れる。毎回顔が違うんだよな。自分で考えました。違います、ヤマトが考えました。バグが
めっちゃバカだな。なんかゆうたがサイン変えたいなって言ってめっちゃ自分で考えてたんですけど、うん、その発想力があんまり、うん、そうだったんですね。ヤマトが一発でこのサイン、やっぱヤマトさんセンス。でもイニシャル同じだからね、ヤマトとユータ。はい、ユータ実況欲しい。実況？実況。あ、実況、あの要所要所で挟んでくれる。18冊です今。 18？ いや、早ない。もうだって15分で100冊でしたっけ。そうですね、目標は20いったってことでしょ。今20いったんじゃないの。いいペースすぎん。決して悪くない。決して悪くないよ。お前が三井じゃなければそのままいける。バカが、俺は三井じゃねえぜ。倒れないと。ゴータ、もっと盛り上げて。いいっすよ、いや、声入っちゃうのあれかなと思って。いや、全然いいよ。来られるかなと。あ、ゴータ来てんだ。ちょ、ごめん、俺一個だけさ、本当にすごい言いたかったんだけど、はい、あの、ずっと思ってたとかじゃないよ、はい、今日思ったことがあって、はい、なんか俺、トロッコできた、今日。違う、ガタン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 やばい道あったんですよ。1個あったね。もう本当にジャングルクルーズみたいでしたよ、うん、いやもう揺れ方エグいな。いや俺らもうおーおーおーってなったもん。そうこういう揺れじゃないですよ。本当に揺れでだったんですよ。いいい言うたらお前体動かして暇ないから。いや結構いい車が判断揺れた。確かにね、あのでかいのにね。びっくりしたっす。マジびっくりしたよ。マジ何が起きたか分かんなかったっす。え、これでまだ100いってないんだとしたら信じられないんだよ。今は多分38とか。38はやばい。失速いくよ俺。1冊1分とかかってさすがにもう100いきますよね。今85、95、あ、100いきました。お疲れ様です。いや、まだ終わってねえわ。まだ終わってねえわ。あとこれを20回。超前半だわ。20回ですか。もういけそうな気がしますね。って言われるといけそうな気がします。ゆうたさんどうですか。いや、なんかもう体の一部になりつつあります、ね、サインが、はい、この動きがすごいですよ。めっちゃ速いわ。いや、向いてる、本当に向いてる。性格上こういうのがね、うん、やっぱ一つ一つ顔が違うっていうのが見どころや。絶対変わってくるもん、うん、大きさとかは。一個ぐらいワイタ入れてくるわ。いや、びっくりしちゃうでしょ。それでさ、もうワイタ持ってるよって人だったらかわいそうだもん。あれ、ここにだから一個書いて書いた上でワイタね。ワイタ昔のサイン。今日やっぱこのサインに慣れてきた。俺そのサイン結構苦手だったんで書くの。へえ。全部がね、うまく書ける。SY の配置とかサインって思い切りよく書いた方がサインっぽく見える。確かに、なんかそのちょっと雑になっちゃった感じとかもサインっぽい。で、あれなくなりましたか。もうちょっとで1000個。おー、これ入ったらあとそれで1000個。うわ、1000冊目、これが1000冊目ですわ。これ1000冊目だ。かっこ千冊目。え？来てくれて3回目。出ました。これは誰が引くんでしょうか。気になるね。どこに行くんだろうね、東京。確かに。それすらもまだ決まってないですからね。分かんないからね。じゃあ続けていきましょう。はい。すみません、長くやってしまいました。頑張ってください、はい、引き続き。はい、ありがとうございます。それが2000冊目です。2000冊目です。えーえーえー、2000冊目。これ 2個だね。この1000冊と2000冊で、あと100冊だ。2100冊よ。やばいっすよ。前人未到ですよ。いないんじゃない、2100冊のサイン書いてる人。一個一個気持ち込めてるんでね。ゆうたさんも、俺が言うやつね。ありがとう言ってる。
雑に見えがちだから、そうそう、ゆうたがその雰囲気感じなかったからゴータが言ってくれたけど、そうそう、さすがにちゃんとやってますか、ゆうたさん。これ、ね、転売とかしたらゆうたさん一個覚えてますからね、確かにする時にこういう、このサインはあいつのだっていうね、そうそうそう、あと10だ、うわー、最後の一冊です、ラスト、あ、これアンパックティッシュやりそう、えいー、ありがとうございました。本当に。いや、腕マジ痛い。熱すぎる腕が。いや、これでね、100スタの大渡し会分の2100冊のサイン書き終えたということで、本当にありがとうございました。11時から始まって、今16時45分。おお、前途中で1時間寝たから。4時間45分。すごい。いやー、快挙です。本当に最速説あります。いやー、頑張った。待ってます。お渡しが来てくれる方。これをね、直接僕からお渡ししますので、楽しみにしていてください。ありがとうございました。お疲れ様でした。はい、ということでサイン書き終わりましたけども、はい、何冊書いたんですか、合計で2100冊書きました。はい、まあ間でね、ちょっと1時間ぐらい寝てしまいまして僕、うん、まあ、合計書いた時間だけでいうと4時間45分、まあ、快挙らしいです。いや、すごい早かったもんだって。俺あれをバイトにしたかったなっていうふうに思いましたね。なるほどね、はい、あれバイトになったらさ、いくらぐらいもらえるんだろうね。まあ、内職だから1円とかだろうね。じゃあ今日今ので2100円とか。うん、やんないです。やんないです。はい、よかったですね。いやー、すごかった。終わったか、サイン書き。まあ、これが順次ね、9月から始まる私会にて、はい、ファンの方々の手元に届くと。そうですね、直接渡させていただきますよと。五大都市っていうんですか、うん、名古屋、大阪、仙台、東京、福岡、はい、行くんですけども、まあ、観光は一切できないっていうことで。そうらしいです。まあ、だとしてもその土地の違うところに行くのは楽しみです。うん、新幹線とか飛行機とか乗るんでね、その土地のファンの子に会うわけでしょ、はい、まあ、初めて会う人の方が多分多いだろうから、ものすごい楽しみです。ワクワクしてます。まあ、ということでね、はい、発売までまあもう1週間を切ったということで、ね、はい、ここまで結構撮影もあって、はい、サインの解禁もあって、さらにお渡し会もあって、はい、結構盛りだくさんなね、100スタートだったと思いますけど。確かに、ゆうたくん的にこの100スターファンの人に直接届けれるわけじゃないですか今回。うん、通常のスタイルブックとかファッションブックとかのお渡し会って結構水戸市とか大阪と東京とか、はい、まあ地元と東京みたいなのが多いと思うんですけど、はい、まあ、今回なぜ五大都市にしたというか五大都市になったんでしょうか。まあ、その編集者の方と話し合いまして、なんかイベントやりますかと、まあ、やりたいですよねっていう話になった時に、まあ、やるなら快挙にしようよと、はいはいはい、誰もまだやれていないことしようよってなって、このファッションブックというので五大都市もあるというね、ビッグなイベントにさせていただきました。まあ、やっぱ快挙っていう言葉に胸は踊るものですからね、やっぱ本当に踊っちゃいまして、胸が五大都市もあることを決断させていただきました。まあ、それに応じてですね、やっぱファンの方々もすごい熱量で応募してくださったみたいで、はい、とてつもない数の応募数があったようですけども。らしいですね。まあ、だからサインを2100冊書いたんで、はい、まあ、2100人の方に当選するらしいんですけども、はい、もう20倍以上の倍率があったみたいで、
僕が東村山高校受験した時なんて4倍でしたからその5倍ということで確かに、うん、さらにその20倍っていうのをくぐり抜けた先に優太と会ってもらえるってそうねすごい世界ですよもうすごい世界だね20人に1人かいやー楽しみたいですねぜひあはいちょうどね次はこの後全体のお仕事に向かっていくということではい今日は一日じゃないですけどはい一旦お疲れ様でした一旦お疲れ様でしたまた会いましょう、はい、3本松くんお願いします失礼しますお願いしますお疲れ様ですお疲れ様で す, お疲れ様ですということで優太くん密着2日目のカメラになりますけども知ってましたかいや先日聞きましてはいついにですね優太さんついに個人密着です多分ここで打ち切りでしょうねまあこの前がねサイン書く日だったんですけど、うん、今日はクリエイターオールスターズの試合当日ということではい密着されてますけど何ですか何話せばいいんですかね試合当日ということで、はい、意気込みと意気込みかもうさっきそのハーフタイムショーみたいなのでボールとか投げたりバズーカ打ったりする用のサイン書いたんですけどなんかプロになった気分ですね、うん、本当にもしこの試合前の感じとかスモーク焚かれてるんですか会場すごくてなんかもやかかってて、うん、天井にもモニターあってこうシュート決めたらこう自分で見るみたいなそういう姿が楽しみですよ一応なんかその練習のところも回せるらしいんで、うん、あ、そうなの一応入っていきますけど、僕なんかその、川崎ブレイブサンダースさんたちが結構本気らしくてその、やめてほしいいい感じに、うん、でもそれぞれ、いつも応援してくれてる子が来てるわけじゃないですか、全員、うんうん、家が近いんだよねそう、近いんだ近くから地獄を見せるかもしれないコートと観客席が近すぎて、うん、バーンってスティールされた時の顔とかも見られるのよだからスティールされて恥ずかしそうにしてるとかが一番ダメだと思うなるほどね本当に一番見られたくないのはこのって粘ってるところでも下向いてこうやってるとかで、ゆうたくんがスタメンってことあ、まあそうですねコムドット2人、サワヤン2人いるんでそこから1人ずつってことで、うん、先に僕が出ます緊張はしてるけどまだちょっと実感ないな若干まあちょっとまだ試合まであとね5時間ぐらいあるんでねユニフォーム着て初めてみたいなとこあるねああまあもうやるしかないんでそうです、まあ、ついに決めれるように頑張りますけど、はい、ついに当日なんでねはい密着か密着ですよけどこれ終わったらこれあるかな別に密着されるようなことえ100スタとかまあそうだねお渡し会ぐらいだってお渡し会全部来るなら10月2日やろ最後まあけど今日はまだ回すんでしょ回しますよここ大事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 な取れ高プロ中学校にやってますうん、うん、結構ぬるっといたけど頑張った方がいいんだまあよろしくお願いしますお願いしますお願いします頑張ります頑張ってくださいはいお疲れ様ですキス、はい今から練習ということですけどはい、いや今会場入ってるんですけどもご覧くださいクリエイターオールスターズ上からはじめ社長ともやんやんゆうたさわはいこれあれ番号順だと思うんですけど僕たち7人いますからあそこに全員書かれるということでいやすごいですよでちょっとだけあっちをご覧ください上のやつあれ自分がシュート入れた時とかファールされた時ミスされた時あれ上見たら見れますからねはいはいはいいやーここでね今日試合をしていくということで、まあ、緊張してるんですけどまあティップオフの試合開始が19時からなんで今15時半ですね15時半から16時、まあ、30分間だけねチーム練習ができるということで今からやっていきたいと思いますそこチーム練習終わったらまた3時間空き時間あるんで体硬くなっちゃうと思うんですけどまあいいタイミングで動かして本番調節できるようにやっていきたいと思います練習ですか時間ないんで練習ですうわ何先行かれたあんな待ってた遅いぞ遅い結構待ってたこれ今日あるスタッフの皆様にお知らせしますこの催しを成功させようではありませんかぜひとも皆さん力を合わせて頑張っていきましょういきますよFeeling you, let the money do.
いや入ってますよ、そっちか。入ったと思ったのが入んなかったり。ああ逆に。おい。うい。今のは良かった。うい。やばいね。やばいと思ったらやばいか。いや最後一発決めたらもう戻りましょう。入ってきますわこれ。で会場の下がりをお知らせします。まもなく17時会場となります。本日も最後までよろしくお迎えて一緒に盛り上げていきましょう。よろしくお願いします。やべえ、各セクションの皆様よろしくお願いします。やべえ、やばいですか。いやもうやるしかない。まあそうだね、多分大丈夫。今考えたらもう遅いから。うん、おぉ、アップが終わりました。どうでした？今調子を誘え戻りました、シュートの感覚が。おぉ、まあ、けどもうやるしかない。そうだね、うん、もうこれ本番まで2時間切りましたからね。一回もうアップの感覚とか忘れて、はい、頑張りましょう。お願いします。ちょっとね、こっからはもう集中力高めるために、はい、このカメラももう一旦切りますわ。はい、次会う時は試合後で。はい、はい、お願いします。頑張って。はい、ということで本番まで残り30分となりましたけど、はい、どうでしょう。いやー高まってますよ、さすがに。このユニフォーム着替えるのちょっと早かったんですけど、これどこのお持ちか知りたいんですけど、これ着替えてからね、ほんと落ち着かなくてそわそわしちゃってしかない。緊張したとこ触ってみたいここやってみたい。一応一方その頃浦田は、はい、切れ字直しに一旦また、ああボラギノール何個はね、ボラギノール持ってトイレに行きましたけど、まあすごいですよその落ち着きは、うん、まあ、これから母ちゃん来るんで母ちゃんと喋って心落ち着かせたいと思います。高校時代思い出すわ、試合前に母ちゃん。うわもうマジで、あ30分ぐらいもういっぱいいるんだもんね。なんかめっちゃいた。頑張りますとりあえず。ユータ頑張れ、頑張れ、頑張ってくれ。ユータ、ユータせっかくさあっちゃんがユータの服着て応援に来てくれてるから。いやもうさっきめちゃめちゃ切れた。頑張れユータ。そんなありがとう。ウラちゃん来た。はい、ウィー。なんかさやっぱ これか、これのせいか、はい、何をやるみたいなのが一個ずつ言ってるこれはやりたい。いや、スリーポイントシュート。OK! 決める、決める、頼むぞ。いや、ゆまちゃん僕は綺麗なんです。いや、先輩の試合か、お前。いや、俺らはめっちゃ楽しみだから、ね、うん、もうとにかく楽しみ。本当に、どんな恥もないから、うん、マジ楽しんできて頑張るわ。まあ、真剣にやればそれで OK でしょ。 OK、 いいよ、楽しみ。楽しみ、関係ない。いくぞ。なんでお前ヤマトがやるみたいな。カモントン続く見せてきてくれ。ファイト、ウェイ。
あったというか、はい、かなり調子のいいスタートですし、いやー、まさかここまでやったね。悔しいですよ、この選手は。あ、そうですか。全員いい感じですね。いい感じ、いい感じ。相手は俺がもう、しょうがないから。あれはしょうがない、あれはしょうがない。多分だけど、友也がボールコート運んでくるじゃん、うん、で、ハーフまた越えてからピックショットすると、向こうのベース前からセットしてハードショーなりスイッチなりしてきちゃうから、ドリブルのまあランニングスクリーンしてるじゃん最初、うん、あれをうまく使って入った瞬間にガンって一気に行っちゃって合わせた方が多分対応できないんだよ。確かに、で、これ何か友也の選手、確かにマジ早かった。ランニングスクリーンしてためちゃくちゃ強いし、そうソニックそんなガチのスピード出してる気にしないですけど、あらかじめどっちに行くか自分ならある程度決めといて、右行くならハーフ越えた瞬間に俺その左行くためのスクリーンかけて、そのままバーイッといっちゃってノンストップで、寄ってきたらそのままさばくし、俺のピックが出てきたらそのまま俺中合わせるから、みんな打ちやすい位置に持って、ディフェンスカットがちょっとずれてる。そのピックアンドロールも多分警戒してないから、確かに一方日本は多分急にやってると思うんで、はい、一回やってみてどういう対応してくるか。うん、うん、いいっすね。そうですよ。後半戦いきましょう。後半戦いきましょう。後半戦です。ワンチャンス。ライブ中止全員に迷惑かけてたもん俺。お疲れちゃんでした。お疲れちゃん、お疲れちゃんでした。まあこれは多分まだ密着続けて、はい、俺らちょっと編集あるからさっき帰っちゃうから、はい、最後ちょっと写真だけ撮らせてもらって、はい、したらやっちゃう。やっちゃったね。撮りまーす。はい、チーズ。はい、こっちじゃない。なんでこっち見て、こっちね。ヒュがこっちじゃない。ヒュがこっち、ヒュが乙部の方見て、ヒュが、あ、こっち、あ、そうそう、あ、こっち見せます。ちょっと、間で撮ってもらいたい。はい、選手だからね。選手だから、いいね、そうだ。あ、そうだ。めっちゃ緊張してる。お前、めっちゃ田舎から来たファンや、お前。めっちゃ田舎のファンや、お前。はい、あざっす。大丈夫っすっけ。お母さんや、お前。じゃあずっとハゲてよ。確かに、ジャストハゲそう。やめちゃえよ、一応スポーツ選手だよ。OKOK。 お疲れちゃん、お疲れ。アスリートいたよ。おじゃあちょっとさっき失礼します。お疲れ、ありがとう。お疲れ様です。お疲れ様です。この後俺らで打ち上げしよっから。何で俺ら3人で打ち上げるか頼んだ。盛り上がってくれ。お疲れ様です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 。お疲れ様でした。お疲れ様でした。お疲れ様でした。ということで無事に試合が終わって、神谷さんと解散して今車の中ですけど、どうでしたか今日。まず楽しかったです。うんうん、はじめ社長も川崎ブレイブサンダースさんも本当にありがとうございました。やっぱこうバスケ始めて練習していくうちに夢見てた舞台で、こういう風にね、職業違うところで活動してたのにこうやって呼んでいただけるっていうのはもう縁というより俺からしたら恩に変わったので、なんかすごい感激です。
ところでプレイできたのは、まあ、それでね、はじめ社長の YouTube チャンネルで生配信してたんですけど、増設が33万人とか34万人とか言ってるらしくて、びっくりです。そんな人数の人にあのバスで見られてたんだっていうのは。そこで心残りなのがやっぱシュートね。はい、やっぱみんな若干触れないようにしてるけど、やっぱ触れていかないと俺も落ち着かないですから、うん、やっぱこう練習会始まってあいつら大丈夫かとか、ゆうたいらんやろとかめちゃくちゃ言われてきて、頑張って練習したんですけどね、緊張したから焦ったのもあるし、やっぱ実力が伴ってなかったのもあるんですけど、なんだろうな、気持ちと実力が足りなかったかもしれないです。そのシュートを打つ瞬間の入れ入れ入れってもう言いながら打ったんだけどね。もう打ったんだ。スリーも入んなかったし、なんかレイアップみたいなのも外したし、心残りはそれだけです。他の人がシュート決めた時とか一緒に楽しめたし、試合自体も楽しめたし、スーパープレイチャレンジも楽しめたんで、個人的にはいい思い出ですけど、まあいい思い出で終わらせます。コメントとかはもうそうですよ、仕方ないです。全力を尽くして言われるのならば仕方ないです。うん、まあ、またなんか智也さんが、ね、言ってたんですけど、来年もあれあれあれみたいになってたんで、もし次回があるとすればまたね呼んでいただけると嬉しいです。それまでにユーマと練習します。はい、二人で呼んでくださいぜひ、はい、来年はやっぱユータの3が決まるとこから試合が始まるとこからみたいですね。えぐいね、そういう感じのね。それで帰ってこれたらドラマだね、みんな、うん、ユータ成長してるやんっていうふうに、その時はねコメントしてくれれば嬉しいです。まあ、こんなね拙いプレーでしたけど、僕らを見て、または僕を見てバスケ始めようかなとか、バスケかっこいいと思ってくれたらね、すごい嬉しいです。バスケ自体が盛り上がっていくことを祈ってます。はい、ありがとうございました。はい、ということで、まあじゃあこの辺で密着2日目終了です。2日目終了だ。お疲れ様でございました。スケジュール的には次はもうお渡し会か、もしかしたら名古屋大阪のお渡し会だね。9月18日お、ね、今日バスケ8月30日なんですけど、お渡し会の当選者発表ですよ。はい、抽選に当たった方は19時ぐらいに、ね、もう通知がいってると思うんですけど、それのメンションとかも見れてないですまだ。へえ、もうバタバタしてましたから。確かにシュート入んなくてイライラしてましたから。もうね控室行くたびにね声がしたからね、わちゃわちゃになっちゃった頭で。今日は夢が叶ったということで、余韻に浸りながらねゆっくり休みたいと思います。はい、ゆっくり休んでください。ありがとうございます。お疲れ様でした。お疲れ様でした。おはようございます。おはようございます。ということで密着3日目ですけど、あ、ここは日本ですか？ここは日本です。あ、韓国じゃなくて、昨日帰ってきました。あー、マジか。今朝の7時から新幹線に乗りましてですね、ここはどこでしょう？名古屋です。はい、愛知県名古屋。はい、今います。1回目のお渡し会ってことだよね。はい、100スタのねサイン本お渡し会の初日紹介会場でございます。名古屋が10時10分から1回目がねスタートなんですけど、でこれからいつものねコンティニューの方にね勉強してもらおうかなと思います。楽しみですか？楽しみですよ。楽しみにしたんですけど、これえぐいことよ。まだちょっと海外の人だからね今俺。まあそうか、海外の風よ。まだ帰ってきて1日も経ってないですよ。うん、やっぱ肌感が違うんだよね。みんな5日間だったけど、5日間日本の風を浴びてた人たちと、うん、やっぱ5日間韓国の風をこう、うん、全身に浴びてたから、若干俺日本語とか下手になってるからね。それだって英語とかさ韓国語で伸びきってたわけやん。イントネーションとかちょっと違うっすよ。マジでマジっすよ。マジっすよ。そんなわけない。いや本当に自然に出るっす。うん、まあそれぐらいね今まだ残っちゃってるんですけど、うん、韓国が、まあ、これやっていくごとに俺が日本にこう適応していかないとまだ。まあそうですね。じゃあメイクしてもらえますか？はい、もう時間もないんで、はい、やってもらいます。緊張した。もう始まります。始まります。でこれ座りかの立ちか選べるみたいなんですけど、身長低いのバレちゃうんだったら、あ、いや
身長低いのバレたくないな、座るべき座りか意外と身長高いって言われるんじゃん。いや、そうかな立ってれば始めます。はい、よろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。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 頑張って言うた。はじめまして。今月誕生日の頃もお祝いしてます。あー、おめでとうございます。誕生日これも半年前誕生日でした。おめでとうございます。ありがとうございます。これも、おめでとう。これ、読みました。何番が好きとか読んで全部。ありがとうございます。ありがとうございました。ありがとうございました。はじめまして。最近動画見始めたんですけど、すごい大好きです。うち当たった。はい、やばいね。あの、アイリって名前なんですけど。アイリちゃん、あだ名つけてほしいです。アイリってあだ名だ。あー、アイコス。お時間でございます。ありがとうございます。お楽しみください。ありがとうございます。ゆうたくん、この間新大久保で話したんで。あの裏谷にインタビューされて。おえあの、動画見てた。あ、そうそう、てた。そう、それだよ。そう、東京時間でーす。ちょっとー。そう、またね。ありがとうございます。お越しくださーい。うわ、バズか。おう、ありがとうございます。それで、泣いてても泣き止むんです。だってご飯作ってる時とかずっとコムドと音楽流して。マジか、六甲おろし的な。ありがとうございます。ありがとうございます。今日は何欲しいですか。初めてだ。今日は何、今日はお渡し会。お時間でございます。ありがとうございました。どうぞ。ありがとうございました。こんなかっこいいです。ありがとう。ジュリちゃん、ジュリちゃん、いつもお疲れ様。ありがとうございます。お時間です。ありがとうございます。お住みください。はじめまして。はじめまして。ゆうた、コマドットです。ユータコモドットです。あんまこの距離でやんないんですよ。時間ね。ありがとうございます。こんにちは。朝ごはん食べてないわ。水飲んだぐらいだ。はるかちゃん、はるかちゃん、はるかちゃん。お時間です。ありがとうございます。進んでください。うわベイビーだ、ベイビー。ベイビー見てみしょ。お時間でございます。ありがとうございました。ありがとうございました。ありがとうございました。もうマジか。おめでとう。おめでとう。ありがとう。めちゃくちゃ。お時間でございます。ありがとう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 ございます。なんか一つかっこいいこと言ってください。かっこいいこと。来てくれてありがとう。お時間でございます。ありがとうございます。ありがとうございます。ありがとうございます。はじめまして。エリカちゃん。6年付き合わされて婚約者です。婚約者です。お時間でございます。ありがとうございます。してください。はじめまして。ずっと大好きです。ちなみに推しは？やめろやめろ。おかしいわ。ありがとうございます。ゆうたちゃんの好きなドラゴンボールみたいなトランクス。まだベーコンめっちゃ綺麗だよ。今日は時間でーす。ありがとうございま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 す。これドッグで買いました。しかも西東京に行って。ほんと、え、食べた。食べました。おお、お時間でございます。ありがとうございます。次の髪の毛も見てほしいですけど。インナーみたいな。あ、インナーちょっと上手して。緑や。緑。お時間でーす。ありがとうございます。お座りください。ありがとうございます。今年から先生やってて、企業で悩んでるんですけど、いつきって名前言うんですか。いつきの教員人生が盛り上がらない可能性、これ一切ないと言ってください。いつきの教員人生が盛り上がらない可能性、これ一切ない。お時間でございます。頑張って。ありがとうございます。お座りください。ありがとうございます。ボートじゃないか。めっちゃボートじゃないか。めっちゃファンです。ありがとう。あの、長野出身なんで、次、ゆうまくんのスノボーテリーって感じ。あー、行きたい、めっちゃ行きたい。お時間でーす。ありがとうございます。ありがとうございます。はじめまして。今日一番の。今日一番の。ありがとうございます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 。あ、はい。ありがとうございました。ということで、一部が終了しましたけど、どうですか。逆にどうだった見て。いや、まああの、なんか来られてんなって感じでしたね。いや、意外とテンパっちゃって。あー、テンパってたんだ。いや、テンパるよ。それはだって短い時間でさ、今日うちの探査くださいとか、はい、本当に一部で出たわけじゃん。はい、マイク前部で出てみ
塗り替えていかなきゃいけないわけですよ。確かに結構ファンの人たちもテンパって泣いちゃう子とかもそうだねいましたね。いやー怒涛だね怒涛だね。今何分だったの？お、40分ぐらい経ったの。まあ、ちょっと遅れてスタートしたのが30分、35分ぐらいで150人今150人、うん、大丈夫かな、どう感じたんだろうみたいなのがあって、意外と男の子多いですね。男の子多い、マジで男の子多い。ちょっと変わった、俺らが知ってる最後のオフ会が9割女性だったから、うん、そうだね。今73ぐらい、73ぐらいだね、マジで。ちょっと引き続きね、2分も頑張っていきたいと思います。ありがとうございます。あだ名つけてほしいです。名前は？眉毛です。眉毛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 さんです。ありがとうございます。はじめまして。はじめまして。ありがとうございます。ありがとうございます。かっこいいですね。動画でもかっこいいけど、生もっとかっこいいです。本当ですか？受けてます。嬉しい。ありがとうございます。ありがとうございました。ありがとうございます。戻ったの2人で。今また2人が妊娠中で、マジで、しかも予定日を見えたから誕生日、マジで言ってる、マジなんです。やばい、ちょっと誰か言ってあげてください。一緒にお祝いしよう。ありがとうございます。ありがとうございます。はじめまして。ありがとうございます。マミちゃん、マミちゃんありがとう。かわいい、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 なんなんだ。お時間です。ありがとうございます。ありがとうございます。おお、これ見たことある、うん、本人だ、はい、いおり、めっちゃありがとう。ありがとうございます。ありがとうございます。名古屋グランカップです。お疲れ様でした。終わりました。名古屋、名古屋終わりましたね。400名の方が受け取りに来てくれました。いやけどなんか慣れてきたわ、徐々に。うん、なんか見てて思います。一番そのやっぱ昔もやってなかった好きだよって言ってっていうのに関してはその時間が限られてるから、せっかく持ってきてくれたのにこうあたふたしたらかわいそうでしょ。言いますけど言いますよ、そりゃ恥ずかしいですからね。まあけど喜んでくれたらよかったです。次は大阪です。はい、このままね、もう30分後の新幹線で大阪向かうんですけど、大阪もね、楽しんでいきたいと思います。はい、ということで、大阪に移動してきました。はい、ご覧ください、衣装も変えました。うん、まあ、100スターということでね、100スタイルを収録した本の出版なので、私からもね、衣装を変えてみました。どうですか、このプロ意識。いや、いいです、すごいと思います。いい試みですよね。はい、けどどうなんだろう、その100スタでしてないコーデをしちゃうっていうのは。いや、それがいいでしょ。いや、けどどうなんだろうね、あーってなるよ、ファンの人もいると思うよ。100スタやって、で、着てくる服も100スタの中のものだったら、もうそれしか持ってない人になっちゃうから、あー、まだまだ力量あるよっていうのだけはちょっと見せつけて。なるほどね。うん、さすがファッションリーダー。じゃあもう行きますか、うん、見てみますか、その、はい、ユタとかね、すごいです。すごいですね。では、ミニチュアけます。よろしくお願いします。よろしくお願いします。初めまして。ありがとうございます。名古屋から来たんですよね。名古屋から来た。あ、同い年なので、止め口で。あ、本当に、うん、ありがとう。ありがとう。あの、体気をつけて頑張ってください。ありがとう。ずっと動画見てます。ありがとうございます。お気をつけください。どうぞ。お気をつけください。私はカノンって言います。カノン、毎日お疲れ様、これからも頑張ってって言ってください。カノン、毎日お疲れ様、これからも頑張ってね。お時間でございます。200万人頑張ってください。ありがとう。ありがとうございます。お進みください。足元ご注意ください。はじめまして、リサって言います。リサです。受験頑張ってって言ってます。受験、はい、リサちゃん受験頑張ってね。ありがとうございます。中 3? 中 3? 中 3?やばい。お時間でございます。ありがとうございます。ありがとうございます。足元ご注意ください。はじめまして。ミーって呼んだけど。ミー。ミーちゃん、居酒屋みたいです。いや、100万人頑張ってください。ありがとう。ありがとう。頑張ってね。お時間です。ありがとうございます。足元ご注意ください。ありがとうございます。ありがとうございます。国家試験頑張れてください。国家試験？看護師、国家試験。看護師だ。国家試験頑張ってる。ありがとうございます。あんま頑張りすぎないよ、はい、寝てねちゃん。ありがとう。お時間でございます。寝てください。ありがとうございます。お住みください。お待ちしてます。
ちは。バスケかっこいいから。おー、マジか、ありがとう。もうちょっと決めたかったけどね、シュート。もうめっちゃ角度が。ありがとう、ありがとう。山さんとの2人すごく効果の。いつも応援してます。ありがとうございます。でも、心と体もご自愛です。ありがとうございます。時間でございます。ありがとう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 ございます。目綺麗、目綺麗。めっちゃ二人だ。めっちゃイケメン。ありがとうね。応援します。ありがとう、ありがとう。でありがとうございます。足元ご注意ください。じゃあ、ゆうたくんのファッション大好きで、購入品相関またやってほしい。あ、購入品でも2ヶ月ぐらいやってない。お願いします。ちゃんとやるわ、毎日。今から彼女とデート行ってきます。ありがとうございます。ありがとうございます。足元ご注意ください。お願いします。ちょっとかっこよすぎませんか。ちょっと応援してるんで頑張ってください。ありがとう、ありがとうございます。一緒じゃね、一緒です、来れました。お時間です、ありがとうございます。足元こっちにください。はじめまして、名前はゆずき、ゆずきちゃん、ありがとうね。中学生お時間でございます。ありがとうございます。足元お気をつけください。ありがとうございます。お願いします。めっちゃ好きです。ありがとう。バードくん来ました。初代バードくん、ね、あ、そうです。ありがとう。めっちゃ好き。その時に勝ってくれた。あ、そうです。すぐ足やばい。ありがとう。ゆうたくん、ほうれい線やばいって。やばいっすよ。時間でございます。ありがとうございます。お待たせください。ありがとうございます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 。ちょっと好きすぎて、ちょっと何個そうか分かります。え、村子なんでマジか。やめた方がいいけど。時間でございます。ありがとうございます。説得するだけもらっていいですか。ありがとうございます。はじめまして、こんにちは。ゆうかって言います。ゆうかちゃん、はい。あ、ゆうかというのをいっぱい考えてきたのに忘れちゃったから、一個だけお願いいいですか。あの、民族呼びお願いしてもいいですか。あの、かっていうポポって。あ、時間でございます。ありがとうございます。ありがとうございます。一部は以上で終了でございます。お疲れ様でした。終了しました。大阪一部ね、大阪のこの HMV っていうところなんですけど、会場が特設ステージすぎて緊張するんですけど、無事一部やりきることができました。まああとね、二部あるんで楽しんでいきたいと思います。ということで最後です。はい、名古屋、大阪、最後の部になります。100名の方から最後はこの役者をお渡ししていきたいと思います。これがね、やっぱ分厚くて、こうやってやんないとね、聞こえないの。そうなんだ。マジで。で、マスクもする。こんばんは。こんばんは。大阪来て何か食べられました？まだ食べてない。食べたいものとかあります？たこ焼きやん。あ、たこ焼き。じゃあぜひ、甲賀流食べてください。甲賀流。甲賀流、アメ村の三角甲賀。お時間でございまーす。ありがとうございます。バイビーバイビー。ありがとうございます。あやなちゃん、ありがとう。みんなの服着てくれた。みんなからだ。ありがとう。ありがとうございます。ありがとう。ありがとうございます。これがいいことめっちゃ言われると思うんですけど、みんな応援してるので、頑張ってください。ありがとうございます。消防士やってるんですけど、訓練頑張れて。もやかちゃん、訓練頑張って。ありがとうございます。はい、ありがとうございます。お時間です。ありがとうございます。ありがとうございます。緊張する。え、ちょっと悩み一つですか。今日夜ご飯何食べたらいいですか。油淋鶏。お時間でございます。ありがとうございます。ありがとうございます。ありがとうございます。めっちゃ好きです。ありがとうございます。それ俺がやったやつや。そうです。今日まで来てきました。わあ、嬉しい。ありがとう。ありがとうございます。応援してます。はい、めっちゃ見てます。ありがとうございます。ありがとうございます。発売おめでとうございます。ありがとうございます。お母ちゃんがゆうたくんの大ファンで、今日私より、ゆうたくんに会いたかった。あ、本当に。ちょっとじゃあ伝えてあげて。はい、お願いします。もしあれやったら、ゆうまくんのモノマネしてほしい。お時間でございます。ありがとうございます。お時間です。ありがとうございます。ありがとうございます。
った。お疲れ様です。お疲れ様でした。ありがとうございました。ありがとうございました。ありがとうございました。一日ありがとうございました。いや、一日本当にありがとうございました。ありがとうございました。いやあっという間だったね。意外ともう6時か。長丁は本当にお疲れ様でした。ありがとうございました。お疲れ様です。はい、ということで名古屋大阪を私が終了して今東京に帰ってまいりました。はい、お疲れ様です。まあ、今日はな楽しかったは楽しかった。そして名古屋、まあ、愛知県と大阪府に行ったんですけど、滞在時間の短さね、びっくりしましたね。びっくりしたね。本当に各2時間ずつぐらいしかいなかったんじゃないかな。大阪にあんな短い時間だったのは初めてです。もったいない、もったいない、うん、で大阪に至ってはその帰りね、やっぱ終わる時間も発表されてますから、そのままの流れで行っちゃうと新大阪駅とかもしかしたらね人が集まっちゃうかもっていうね、あの配慮のもと、あの京都駅からね新幹線に乗りましたと。大阪から車で1時間ちょい、まあ、京都駅はね見事にやっぱいなかったんですけど、もう、ね、3つの県移動してますからね。確かにそう考えるとそうか、簡単じゃないでしょ。で昨日まで韓国にいたんだよ俺全然東京にいないやん。確かにすごいことですね。そしてお渡し会あと2日間ありますけど、東京と仙台と福岡、はい、東京と福岡はねちょっと部が多い4部構成になってるんですけど、仙台はですね3部構成で、はい、仙台とかは本当に行ったことないからコムドットのユータとして、うん、こっちの西の方はあの失踪とかヒッチハイクとかなんかが行ってたんだけど、上はマジで北海道ぐらいだからちょっとマジで楽しみです仙台。なんかこう地下にあって泣いちゃう子が結構多くて。そうですね、結構多かったですね。やっぱびっくりするよね、俺をこう間近で見て涙してしまうぐらい気持ちを持ってくれてるってわけやん。大体の涙がさ、あとかなのよ。うん、あ本当に嬉しいですとか、うん、今日一人だけ女の子で普通に喋りながらもうほろほろ泣いてくれて、と思って気のせいみたいな。めっちゃ出てんの、超普通に喋ってんだよ。本当に家だけ大好きですって言いながら、すごいとこまで来たなって思います。確かに、いやなんかこういうのに触れ合えるだけで出した甲斐があるってもんですね。生でファンの人も会うっていうのはね、うん、なんかできないですからね、うん、こういう出版物とかがないと。いやー嬉しいわ。なんかもうこういう機会二度とないかもしれないんで、東京仙台福岡残りもね本気で感謝の気持ちを込めて楽しんでいきたいなと思います。お疲れ様でした。お疲れ様でした。ということで本日10月2日、はい、お渡し会の最終日ということで、はい、密着カメラ回させていただきます。来たね、ついにですね。福岡です今日は。はい、ということで今朝の8時20分なんですけど空港にいます、はい、ちょっとね朝早すぎたため、寝坊怖いんで前乗りしました羽田空港の近くに、はい、うん、でビジネスホテル泊まって朝一で福岡に立つんですけども、毎回毎回同じなのよ全部。お渡し会に行くってことだけ伝えればその他何も伝えることがないのよ。うん、まあまあまあ、もう簡潔に伝えちゃったし今前乗りしましたよってこと。久々にじゃないんだよな、しかも飛行機も。確かに今月、まあ先月も乗ってますから我々めっちゃ乗ってんな飛行機ね。で飛行機ってさ乗れんの、その豚は。なんか高度的に豚さんは乗れるわけ。豚じゃないです、その何万フィートで。いや豚じゃないです。いやだとしても乗れると思いますし。痛い部品なんないです。なんないです。耳痛い部品なんない。耳痛い部品ってなんないです。なんか気圧でこう開いてる。いや開いていくとかないです。ないですね。元が開いてる。で豚だよね。豚じゃないです。あ、マジか。はい、まあそんな豚さんと一緒にね豚さんと一緒に行きたいと思います。はい、行きましょう。はい、お願いします。お願いします。コアです。コア、はい、コアちゃん、一人日記頑張ってください。一人日記、普通日記、一人日記、あの TikTok 頑張ります。頑張ってくださいやばい、かっこいい。ありがとうございます。ありがとうございます。
して。初めまして、ももこです。ももこちゃん。はい。いつも悪いかいつもあの愛犬と一緒に動画見てます。愛犬は誰推しなんだ。愛犬はゆうたくんです。お時間でありがとうございます。お進みください。じゃあ、 スカイピースの大型企画で千葉 の撮影の時に行ったんですよ。あ、ゆう、誰でも来ていいよみたいな。高校生の枠で。ああ、行ったんですよ。踊りね。そうそうそう。マジか、久しぶりやん。じゃあ西高に消える。ありがとうございます。お楽しみください。行きましょう。ゆまちゃん。ゆうたくんの TikTok 見て、コムドットの話して。あ、おい。初めて YouTube 見ました。あ、ほんと。コムドット。マジか。これからも頑張ってください。ありがとうございます。お時間です。ありがとうございます。お楽しみください。では、私は孫が生まれるんですよ。孫？妹の娘の孫。おい、早くない？そう、マジか。無事生まれるように祈ってください。あ、どうも。お時間でございます。ありがとうございます。ごめんなさい。はじめまして、熊本県から来ました、ジャコリって言います。ジャコリちゃん、はい。5秒間だけ私の彼女になってくれます。あ、彼氏になってくれます。あ、いいか。ありがとうございます。見てればいい。大好きです。お時間でーす。ありがとうございます。この後よろしくお願いします。ありがとう。ゆうたくんのネイル帰ってきました。え、自分で？そう、将来ネイリストになるのが夢で。え、自分で？そう、マジマジマジ。私がやけど、こっちすごい。頑張ってください。ありがとうございます。ありがとうございます。お進みください。ありがとうございます。終了でございます。終了でございます。終了でございます。一部が終了しました。大田宿結構飽きましたよ、この前から。そうですね、なんかちょっとドギマギしちゃってうまく会話ができてないんですけど、次もね、楽しんでやっていきたいと思います。ありがとうございます。お疲れ様です。お疲れ様です。何ですかそれ。え、ボンだから。いや、違いますよ。真似してあげてのボン。豚じゃないです。何ですか。いや、今2部が終わりまして、お昼休憩みたいな感じですけど、お渡し会やっぱ五大都市でやってきて、そのお渡し会もあと2部になりましたから、残すところはい、歓喜将軍ですよ。あと200名の方とお会いしたらもうお渡し会終了ですから、ね、終了。歓喜というか、まあ、終わっちゃうのかって感じはありますけども、この福岡来る時時間あったから、あの東京仙台から1週間2週間ぐらいあったのかな、はい、なんかちょっとまた新しいことしてる気分ですけども。なるほどね。はい、やっぱモテますね、あんた。いや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 、そんなことないですよ。いや、ボン君好きなんですよってファンの子が言った時にみたいなの、マジやめな。違う違う、俺ニヤニヤしてる。いや、マジでキモいぞ。違う違う違う、だったらいやいやいや、ブドウ指とかやった方がいい。指覚えるんか。いや、そのこうやってやっちゃうと、それはそれであのその子の時間短くなっちゃうから。ブギャーン。めっちゃブギーだから、そうやめて、それやめて。ブシャー。いや、歌詞の方しかブーなのはやめてほしいし、それくらいやんないと。お前ほんとこうスカしてるから。スカしてるっていうか、そのほんとニヤニヤしてるんで、マスクの下はね。あ、そう。じゃあマスクずらした方がいい。ほんとこういう顔してるから。いや、手はついてないけどね、絶対。そんなにはなってないです。ついからついちゃった。そんなにはなってないんですけど、あの僕100スタをね、杉浦さんから出したんですよ。杉浦さんっていう会社から出してます。杉浦さんって編集者と一緒にね、はい、このお渡し会のケータリングみたいなの全部杉浦さんが用意してくれて、はい、もう彼女ですかみたいな。すごい。毎回の量がすごいっていう。量もそのしっこ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 趣味嗜好に合わせたこの好みを抜群に捉えていくでしょ。だからそれこそこのフルーツでしょ、はい、でオロナミン C、ね、ヤクルト1000、うん、ヨーグルペ、あ、梅干し、梅干し、トマト、はい、ハイチュウ、はい、もう止まんないでしょ、杉浦さんのお礼の愛が。止まること知らないだろ。止まること知らないでしょ。うん、うん、ほら、うまいでしょ、すごいんだから、杉浦さん。ヨーグルペ、ちょっと思い出しますね。これね、福岡の HMV でやらさせていただいてるんですけども、この HMV の方がこんなものを作ってくださいました。だってコメント書いてますかね、うん、
これね、これマカロンのやつみたいな。ティーカップ、ティーパーティーのね。そう。すごいっすよ、これ。で、なんだ、矢部さん写真を、はい、なんか、やってくれてる。お前の雰囲気してるのか。うん。すごいですね。すごすぎるよすごいよ、すごすぎるよこんな感じで、百瀬さんのお渡し会っていうのは、たくさんの人の愛情からなっているものなんです。楽しみたいと思います。このフルーツ食べて残り2分も楽しみます。回すんですよね、どうせ4分とかも。4分も回しますよ。まあ密着ですから、はい、OK です。はい、じゃあ次まだあと1時間ぐらいあるんで、次まで休憩したいと思います。はい、ということでお渡し会最後の部になりました。五大都市でねやってきたお渡し会もこの100名で終わりになります。特別気合い入れるわけでもなく、その前の部とね同じテンションで楽しめたらなと思っております。お願いします。ただいまにスタートいたします。よろしくお願いいたします。おはようございます。よろしくお願いいたします。ありがとう。なおちゃん保育士頑張ってね。ありがとうございます。ありがとうございます。お時間です。お進みください。はじめまして。はじめまして。佐賀から来ました。でサッカーやってて頑張っていってほしい。サッカーやってる、はい、じゃあ頑張ってね、怪我しないように、はい、足気をつけて。ありがとうございます。ありがとうございます。足元ご注意ください。はじめまして。はじめまして。おちよって名前呼んでます。おちよ。おちよ。おちよ。はい、本名。はい、本名です。おちよちゃん。はい、おちよちゃん。はじめまして。ありがとう。あと4周年おめでとうございます。ありがとう。あとコムドットが400万人いかない可能性、これ一切ない。時間でございます。ありがとうございます。足元ご注意ください。はじめまして。はじめまして。なぎさちゃん。はい、白石市してるんですけど、おー、手が綺麗になってもかかって。ここ、はい、やりましたよ応援してます。ありがとう。見るのいいですか。あ、私のからできます。ありがとうございます。ありがとうございます。足元ご注意ください。せーの、4歳のお誕生日おめでとう。ありがとうございます。今日は何って言われていいですか。あ、オーケー。今日は何ありがとう。動画で聞いたことあるやつありがとう。ありがとうございます。読んでね。ケータ君、僕 最終日の最後。あ、最終日の最後。あ、最後の人や。じゃあソータって言います。ソータ君、ソータ君大好きって言ってくださいソータ君大好き。ありがとうございます。ありがとう。今プレゼントでゆうた君のラグマット作ったんで、え、見てください。職人やん、マジで。ありがとう。いつも見てます。頑張ってください。ありがとうね。ありがとうございます。ありがとうございます。これで終了です。ありがとうございます。福岡最後の部が終わりました。これでね、客室のお渡し会全都市全部終了しました。はい、お疲れ様でした。やっぱこういいですよ。なんか申し訳ないね、逆にこのメンバー5人の中で唯一先にファンの人と触れ合っちゃって、段違いだからこのパワーのもらい方が。確かに。だからあっちゃんとか体調崩したわけでしょ。どうなの。俺が体調崩してないってことはそういうことになるから。まあまあまあ、そうか。本当にありがとうございました、来てくれた方。こういうイベントをね、次は5人でできるように、活動を頑張っていきますので、その時はね、またみんな応募してください。あのジャーニーのイベントもありますので、そちらの方に応募してみてください。ありがとうございました。までが私会ですから、はい、これは、まあ、ユータ密着ってどこになってるのかな。そうですね、ユータ密着はやっぱ基本お渡し会ベースだったと思うんですけど、やっぱここで終わりなのかも、まあ、定かではないけど、個人仕事がね入ってるわけでもないんで、ちょっとどういう喋りをしてるか分かんないんですけど、とりあえずそのお渡し会のことだけで言うと、完全制覇をしまして、新幹線乗り継ぎ、車を乗り継ぎ、飛行機を乗り継ぎで、見事走り切ることができました。いやすごい楽しかったです。まずは
約2000人のね方にお会いしたんですけど、泣いてくれる子が多くて、その顔を見た瞬間に、うん、もうほんと超久々に会った母ちゃんみたいな雰囲気だったからになと嬉しいです。嬉しいのかな、泣いてそれほど会えたことを喜んでくれてることはもう嬉しいことか、うん、なんかこれを定期的にやっていきたいなと思いました。僕だけじゃなくて、あとメンバー4人いますから、俺じゃない人に会いたい人もいるだろうから、5人でね、あれくらいの距離感で会えるイベントがいつか開けるのであれば、ぜひやりたいなと思いました。そうですね、やったら何渡せばいい、ひずめかなんか。バカか、豚じゃねえんだよ、ちょっと別に泣かねえわ誰も。で写真会みたいな、ああ全部そのピース声やめて、最後まで豚だけ。まあやりたいです本当に、全員で福岡で渡し会終わった後、さすがに名産のもの食べていってほしいと編集者の杉浦さんからお言葉いただきまして、僕たちをね案内してくれまして、個人割烹料理屋みたいなところで、ね、ご飯をみんなで食べたんですけども、応援についてくれた方とか、ね、コンティニューの新次さんとか、楽しかったですね。みんなでお渡し会の各地の感想とか言い合ったりして、いい日でした、すごく、うん、いい経験ができたわマジで。またやりたい、やりたいかも、俺47でやりたいかも、マジで。うん、そしたらさ、やっぱ遠方から行くみたいなことはないわけ、うん、まあけど夢の話ですから、はい、実現できたらすごいことですからね、お楽しみ。とりあえずお渡し会は缶です。はい、完全に缶です。ありがとうございました。お疲れ様でした。お疲れ様でした。お疲れ様です。お疲れ様です。はい、ということで密着5日目、はい、何のお仕事でしょうか。今日はオノットがね手掛けてるブランドのバードックの新作の撮影になります。はい、やってこい、やってこい、ユータ新作の撮影なんですけども、今回のアイテム、僕はねちょっと噛んでまして、そのデザインとかに、モデルとしてね抜擢されました。自分でしたんじゃないのゆーちゃん。最近はね、なんかそのあんま全員でやるっていうことがあんまりなくてですね、そのチームから何名かその人っぽいアイテムに合わせて人選されてるんですけども、それ選んでんのゆーちゃんじゃないの。今日はね、僕と大和くんとセイラが手伝ってくれるということで、よいしょ、今からね撮影に行きたいと思います。どんな気分になるゆーちゃん。今だから時刻が18時半ですけども、まあ夜スタートということでね、朝は編集して、昼は一度家に帰って、あのそのアイテムに合わせるパンツとか靴をね持ってきたりして、なかなか大忙しな一日なんですけども、出ました、100スタージ、よいしょ、頑張っていきたいと思います。ありがとうございます。ありがとうございます。今撮影中もちょっとちょこちょこ回させていただきます。はい、今日最終日だよね。はい、これ最終日です。5日なんだね。5日間になりました。1週間分も仕事入ってなかった俺。いや、まあそういうわけではないんですけども、うん、あ、もっとゆうた密着ならさ編集とかにも来てほしかったんだけど。ああ、あんた全然来ないでしょ。いや、まあ一緒に今いたんですけどね。何、臭くってんの。いや違う、豚じゃないです。あ、もぐ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 、俺は何を食べてると思うか、ゆうた来れたでしょ、だって編集の時とか夜。そうですね、行けたっすね。うん、確かにちょっとそこはちょっと至らないとこばかりでしたけど。なんかその華やかなさ、そう大渡し会とかこうモデル撮影の仕事だけついてきて、はい、あんたそういう裏の基盤となる仕事全然来なかったでしょ。はい、申し訳ないです。いや全然、詰めたらダメだよ、ピースに行こうよ、ピースに、ピースフォーパー。とりあえず撮影の合間もね回してくれれば、はい、そこで僕喋りますから。今回はこれ最終日ということなんですけども、まあ、もし次回があったら、うん、次回はその普段の撮影と編集もちょっと密着させていただければ、うん、そうだね、はい、次は気をつけない、はい、次はないぞ、人生一度きりだけどな、一度きりの人生転がるように。ふぅ、じゃあ大観山スタジオ向かっていきたいと思います。はい、うるせえお前。はい、ということでね、バードクの撮影スタジオに着きました。こちらがね、新作のバードクの服になります。おお、まあ10月っていうこともありまして、ロンTですよ。まあ半袖も出すんですけど、半袖のデザインも
半袖のデザインからじゃあ紹介します。はい、こちらですね、エナジードリンク、僕ら YouTuber でね、エナジードリンク必需品となってますんでね、こちらに落とし込まさせていただきました。 I sleep a lot after I die。 どういう意味でしょう。俺らは死んでから寝てやるよ。なるほど。カモン家に入ってから寝てやる、それまでは寝ねえよ、そういうことです。大声言うな。すいませんね、ちょっとなんか柄悪く言ってしまいましたけど、今は寝ないよってことです。はいはいはい、寝ないで頑張りますってことです。がそれ三色展開と。はい、こちらが、ブルー、ホワイト、スミの三色展開ですね。こちら次ロンティーですね。こちらはバードックのブランド名のねロゴと、こちらにサプライ書いてます。まあ、サプライはね基本的にいろんなところにつくんですけども、今回もつけさせていただきました。こちらが、三色展開ですね。はい、今ないんですけど、スミ色と、パープルと、あとグレーかな、チャコールみたいな、チャコールグレーみたいな、はいはい、いろんな三色展開になります。でこれをね今日は僕と山本君とセーラーで3人に分けて三色着てね写真撮影したいと思います。ユダさんは何を着るんですか。ね、何色だったかな、白だったかな、半袖だったかな、あっくん最初半袖かな、の黒、これ墨じゃなくて黒でした。黒でした。これブラックでした。はい、これが真っ黒なんです。真っ黒ですね。ちょっとね墨っぽいというかグレーっぽいですね、くすんだ黒みたいな。はい、じゃあ早速着替えます。はい、じゃあ撮影で。はい、はい、ということで、本日モデルをしていただくセイラさんです。お願いします。いつぶりだろう。いつぶりだろう。あ、聞いてます。わかんないわかんない、5日ぶりだよ。まあ、なんやかんやね、ウィークから結構合ってるんですけども、バードクの女性モデルはね、基本的にセイラさんが引き受けてくれてます。どうですか、この仕事楽しいですか。楽しいです。え、バードクのモデル楽しい、うん、よかったよ、それならお兄ちゃんたち嬉しいよ。けど着てないけど、バードク。え、だってさ、まだ渡されてないんだよ。あ、バードク自体、ここあるけど、なんかサイズがわかんないです。あ、なるほどね。じゃあ俺が選んであげるよ、セイラ。いえ、ヤマト白でしょ、これだから、セーラちょっとごめん、ここにないみたい。あれじゃん、XL 真ん中、うん、L、XL、WXL です。青、青好きですか。うん、早い好きですの時点で、うんって言ってくれてました。僕これ似合ってますか。うん悪気ない、悪気ない、似合ってる、似合ってる。じゃあ僕先撮影なんで。はい、頑張ってください。着替えておいて。はい、行ってきます。ゆださん入ります。はい、ゆださん入ります。ゆださん入ります。お願いします。あ、いいや、失礼します。これです。なんか久しぶりだな。ヤマト、なんか仕事しなくていいから、動画待ってるからって。あの、ユータ密着だから、俺の好きにやらして。まあ、僕は盛り上げ担当ということなんで、まあ、積極的にね、ガンガン盛り上げていければなと。さっき車ではね、多分ほぼほぼね、発言ね、無視されちゃったと思うんですけど、クリティカルなところ当てれば、ユータも笑っちゃうような人間なんで、うん、今これね、おじいちゃんタイムってやつですね。寝起きなんで、ポーズも、あ、スタイリッシュに、ここが、パチ、パチです。すいません。ゆうた、これ YouTube で著作権の問題で音楽使えないから俺なんか歌おう。大丈夫。OK。何を無理なの？猫背だからな。いいっすね、ファイヤー。ファイヤー、ファイヤー。
ファイヤーって言ってると思った。可愛い感じ。ファイヤーって言ってるらしいです。ファイヤー、ファイヤー、ファイヤー、ファイヤーじゃない。みんなファイヤーじゃないらしいです。みんながファイヤーだと思って。うん。ファイヤーって言ってました。ファイヤーですか。低すぎたってことちょっとかぶってる。そうだね。ああ、アイヤー、桜さん、アイヤーですね。アイヤー控えめなんだよね。まあ、こんな感じでね、撮影が進んでいくということで、これはね、半袖の撮影なんですけども、これが3色あるということでね、ヤマト、ユータ、セイラ、これはね、3人分やっていきたいと思います。まず僕がね、そろそろ終わりそうですよと。これが終わったらもう次はノンピーなのかな。まあ今ね、これ YouTube 撮ってますから、音楽が鳴ってないんですけども、本当だったら音楽ガンガンになってね、もっとこう明るい感じで撮ってるんで、そこはね、まあ著作権上映せないんですけども、本当の撮影はもうちょっと明るいよっていうことだけね、ちょっと知っといていただきたいですね。まあそんな感じでちょっと撮影進めていきたいと思います。ありがとうございます。はい、ということでね、僕の半袖の撮影が終わりました。続きまして、セイラさんの撮影に入りたいと思います。スタンバイします。よろしくお願いします。僕外から見てるんで、外から撮っといてください。あ、行って行って、邪魔邪魔になって決まってますね、セイラさん。ビビ専属モデルですからね。すごいことですね、そう考えると。ビビの専属モデルにブランドのモデル担当してもらってすごいですよ、これ。今回のこのコンセプト通り、このセイラがね、結構アクティブな髪型にしてきてくれて、はい。まあ、セリストさんがもちろん入ってるんですけども、もうアクティブな感じが合いますね、やっぱりこのネオン、うん、すごいいいですね、写真も。僕がセイラさんに何か言うことなんて本来ないんですけども、一応ね、その手としてディレクションですから、はい、やってますけども、このポージングとかね、何も指示がいらない。すごいすごい、文句なし。特に指示出しなし。特に指示出しなし。ちょっとじゃあ、なんか励ましの声とか。素晴らしい素晴らしい。いい写真が撮れてる。ナイスポーズ。ナイスポーズ。ボディービルみたいになってる。いい感じですか。いや、いい感じですね。下からでこんなに決まる女性が何人いるでしょうか。1000前後じゃないですか。ここいますね。少ない方ですよ。少ない方ですよ。何人いると思ってるんですか。7000万分の1000ですからね。いや、決まるな。脱力感で、ね、わざとこの体幹を崩す感じがやっぱいいですね。全くその別ベクトルで話してながら、でダメじゃねえか。うん、このカメラマン目線で見ることによってやっぱいつもと違うことが分かりますよ。かわいい。このカメラマンのこの角度から見る。ぶっ飛ばない君。なんだよお前。俺今後ってヤマトとしてじゃなくて兄貴ヤマトとして今検討してる。だからなんだよ、俺も一人の男として言ってんの。僕がなおさら僕が、なおさら僕が、僕がじゃねえよ。なおさら僕がだろ。兄貴不正が何口。誰が兄貴不正や。お前血つながってんのなめんなよ。バカじゃんお前。ちょっと確認一緒にしてもらっていいよ。ほら見てください、下からでこれですよ。まつげピンってなってるでしょ。ツヤツヤですよ。あ、春です。俺より長かったでしょやっぱ。ハマっちゃってんだな、撮るの。一旦動画セールファイヤー出ました。これね、写真撮影と別で動画の撮影もねあります。やっぱ PR する上でこう動画でこう PR していくっていうのも大事なんで、今からね動画撮影に移りたいと思います。ゆうた密着中なんですね。あ、そうなんですか。個人密着中なんです。個人密着中。タイミングコンシットだって。OK。 おー、
あカメラ舐めないよ、美味しくないから。こうやっても噛まないんだ。全く噛まない。絶対噛まない。もうちょっとさ、ここギュッてさ。めっちゃ噛まれたの。逆に噛ませようとしても噛まないんですよ、こうやっても。嫌がってるわけだ。舐めるぐらい。ボンさん噛まれた時のリアクション気になる。いつやお前。それ、ゆかさん。こちゃん今日天ぷらって。撮影です。撮影行きましょう。おいで。お手とかもするんですか。こちゃんとかもめっちゃ立派です。いいですか、一芸して。お一芸タイム。ここでおかわり、おー万歳。おーおーおーおえ、これはもうゆうたちゃん無理だ。いや、ゆうちゃんはできると思います。はい、はい、こちゃん、こちゃん、こっちおかえり。おーすごい。ガラーン。ギュッ。万歳までがスムーズ。かわいい。今から何の撮影でしょう。今からこのロンティーバージョンを撮っていきたいと思います。はい、結構ね、こうセットチェンジもしてもらって、なんかラフな小道具とかも持ったりして楽しげなね撮影をしていくんですけども、まあちょっとそこで見てて。はい、そうやって撮らないんじゃね。ゆうたさん、それ固めつもないですそれやってそうやってやっちゃうと多分全部見えないです。結構でかい画面なんで両目です写真が終わりました。ロング T シャツバージョンの、ね、写真を撮り終わったんで、次はロング T シャツバージョン動画を撮っていきたいと思います。はい、ということで撮影が終わりました。バードックのね、この新作の撮影が今終わったんですけども、半袖と長袖を、本日はシューティングしましたと。こちらのですね、T シャツロン T、 T シャツの方がですね、動画公開されている日の翌日10月23日に発売です。T シャツね、3色展開で、黒、ホワイト、ブルーありますのでね、ぜひ、チェックしてみてください。デザインがですね、エナジードリンクのイラストに、こちら文字がですね、 I'll sleep a lot after I die、 今寝てる場合じゃねえみたいな意味です。かっこいいですよね、はい。まあ、YouTuber として、まあ、編集とか撮影とかいろいろなことで、ね、夜更かしすることが多いですから、それをかっこよく書いてみました。 I'll sleep a lot after I die、 こちらがですね10月23日発売になります。半袖です。3色展開なのでよくチェックしてみてください。詳しくはね、あのバードックのオフィシャルのインスタグラムから見てみてください。そちらにね詳しい情報載ってますんでね、動画終わったらぜひ見てみてください。ということで、撮影以上になります。楽しい撮影でした。久々のね、バードックの、発売になってね、申し訳ないんですけども、これからね、どんどん精力的にまた冬物とかね、出していくんで、呼吸してる暇なんてないですよ。呼吸してる暇がないんですか。瞬きしてる暇なんてないですからね、ぜひ、チェックしてくださいね。オフィシャルインスタ、僕もデザインアイディア出し頑張りますんでね、皆さんも楽しみにしていただけたらなと思います。一緒に冬を乗り越えましょう。ということで、バードックの撮影でした。はい、ということでゆうた密着最後のシーンになります。
最後まで見てくれた方本当にありがとうございます。今回ね、社長密着に続いて2番手ゆうた密着ということでね、個人の活動に密着していただいたんですけども、僕の密着していただいた仕事がクリエイターオールスターズのバスケの試合の裏側だったり、初めてね個人でファッションブックっていうものを出しまして、それのお渡し会っていうイベントのね裏側だったりとか、その時に渡すサイン本のサインを書く日だったりとかね、いろんなところに密着していただいたんですけども、見てくれたねみんなはどう思ったでしょうか。社長密着をね僕は見たんですけど、もちろんやっぱそのみんなを束ねるポジションで、あ裏でいろいろあこういうことやってるんだこういうことやってるんだっていう発見みたいなのがあったと思うんですけど、僕の密着はねどうだったでしょうか。ちょっとそれが心配でして、いつも通りじゃなかったかなとか、裏側っぽいところ見せれたかなとか、結構いろいろ思うことはあるんですけども、約1週間密着していただいて、こう一本の動画にねさせていただきました。でね、そんな僕がこうやって一人でカメラに何を喋るのかなって期待してくれてる人もいると思うんですけど、どうしようかなと思ってて、視聴者の皆さんにね日頃の感謝を伝えたいとか、今年のコムドットの目標に関してとか、個人的なことに関してとか、いろいろ話したいテーマはあるんですけど、お渡し会をやっててすごい思ったことがあって、今回そのお渡し会っていうのを一人で行ったんですけども、やっぱ自分ってチームあってだなっていう風に改めて思いまして、お渡し会にね来てくれた子が、ゆうたくん大好きです本当に応援してますってすごい言ってくれて、もちろん自信もついたし、あ嬉しいなって率直に思ったんですけど、ここに立ててるのって自分一人の力じゃないなって当たり前だけど再確認したというか、コモドットでこうやって4年間頑張って活動してきて、その中で個人で頑張ったこととか、みんなで頑張ったこととか、動画内でのねそういうみんなとの関わりで、この人が特別いいとか思ってくれて応援してくれてる子もいると思うんですけど、やっぱ自分の中ではコモドットって全員が良くて、いやちょっと難しいな、話すの難しいんですけど、自分の中ではコムドットだからいいっていう風に思っちゃって、すごくユーマが個人表紙やってる時とかすごくかっこいいなと思うんですけど、もちろんそれはまた別の話で思うんですけど、やっぱコムドットはコムドット5人でいるのが一番光ってるなっていう風に思いました。ゆうたくん大好きですって言ってる子にも、こう全員コムドット5人全員でバーンって立ってる姿を見せてあげたかったし、なんか自分一人じゃなくて今度はコムドット5人全員でね、福岡、仙台、名古屋、大阪、東京、47都道府県全部ね5人で立ってる姿をみんなに見せたいなっていう風に強く思いました、この渡し会を回っていて。やっぱこう長いことをこう語ろうとするとどうしても話がぐちゃぐちゃになってしまうな。もうなんか作文とか書いとくべきだったかな、作文書いてこう音読するとかの方がみんなに伝わったかもしれないんですけど、もう本当に頭に出てきたことを次から次へとこうポン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 出してるので、お聞き苦しいところがあると思うんですけど、ご了承お願いします。僕ヤマトじゃないんでね、ヤマトの社長密着の最後の語りのシーンはすごい話まとまってて聞きやすかったんですけど、僕ちょっとそういうの苦手なんでね、自分のペースで喋るんですけども、あのヤマトの最後の話を見てて、社長密着の動画の、挑戦には失敗と批判がつきものだっていう風に言ってて、ヤマトが自分たちが YouTube 始める時もやっぱ批判はあったし、周りから、批判っていうかそんなに率直に応援してくれない人もいたし、失敗するかもって思った日もたくさんあったし、けどあの日ヤマトとこう2人で YouTube を始めてここまで継続したから今の自分たちがあるし、その過程でコムドットのことを好きになってくれた人の応援のおかげで今ここにコムドットがある、いろんな人たちのおかげで存在してるなっていうのがコムドットなんですけど、コムドット抜きにして一回挑戦することについてちょっと自分の思うことを話したいなと思うんですけど、挑戦する勇気ってねすごい必要だと思うんです。僕はその会社を辞めてフリーターの期間があって、そこから YouTube を始めたんですけども、僕の場合は本当にもう背水の陣というか、本当にこの先どうしようっていうのと、俗にお先真っ暗ってやつですよね。もう人生何やりたいかもこう全てが漠然としてて、日々こうアルバイトをしながらそれで稼いだお金で生活をし続けるっていう生活をしてたんですけども、だから YouTube を始める時にそう勇気っていうのがねあんまり自分の中に引っかかんなくて、うわ悩む悩む悩む、始めようかなどうしようかなっていうのが一切なかったんですよ、僕の YouTube 始める前に。フリーターだったからっていうのもあるんですけど、で中にはさ、その学校に行っててとか、こういう会社に就職しちゃって専門学校行っててけど別のことしたくなっちゃったんだけど
みたいないろんな理由があって挑戦できない子とかもいると思うんですけど、そういう子がね挑戦する勇気が必要になると思うんですけど、挑戦する勇気を持てるか持てないかってすごい周りの人によるなっていうふうに思ってて、自分一人で挑戦しようって決めてよし始めた頑張るぞ頑張るぞって一人でやる人も中にはいると思うんだけど、なかなかその自分でやりたいことをパンって見つけてよし始めよう、ちょっと不安だけど始めてみるかって自分一人でこうたどり着く人って少ないと思うんですよ。それこそね僕たちもこのコムドットの活動してる動画を見て挑戦する勇気が持てましたって言ってくれる子も何人もいて、そういう声を聞いてる時にすごい思ったことなんですけど、周りの友達とか職場の人とか親とか兄弟とかそういう人たちに託されてるなっていう風に思いました。その活動を始める人の第一歩って、ヤマトがね昔よく自己肯定感っていうね言葉をよく使ってたんですけど、僕その自己肯定感っていう言葉があんまピンときてなくて、褒められたら結構いい結果出るとか、こうバカにされたらされるほどどんどんダメになっていくとか自己肯定感が下がってね、そういう話なんですけど、僕なんかそれってそんなことないけどな俺と思ってたんですよ。周りに影響されないけどなみたいなことを、まあ、恥ずかしながら思ってまして、けどなんかこうやって活動していくうちに頑張ってね応援してるよとか、深夜の編集が始まる時によっしゃみんなで頑張ろうぜとかなってる時ってやっぱ自然とテンションが上がってるっていうか、アドレナリンが出るというか、なんかできそうっていう風に思っちゃうんですよ。めちゃめちゃ眠くてもみんながよっしゃ頑張ろうぜって言ってたら自分も寝落ちしないで編集終わらせれたみたいなことが何回かあって、その挑戦する時も私僕こういうことやりたくてやろうと思ってるんだけどっていう話を誰かにした時に、いやけどそれはどうだ現実的に考えてっていう風に言っちゃうと、その子の中で不安材料になってしまうわけで、もちろんねその子を心配してアドバイスをしてあげるのはいいと思うんだけど、まず第一声はすごいいい考えじゃんっていう風にぜひ言ってあげてほしいなっていう風に思います。その後に自分的にはこういう問題があると思うんだけどその辺の心配はないのとか、否定的なんじゃなくてあくまでこう背中を押してあげる、そう叩いてあげる感覚で夢を話してきてくれた子には返してほしいなっていうふうに思います。まあ、それがねもうこの個人の密着をしてる最中に最後何話そうかなって考えてた時に思ったことですね。挑戦してほしいし、挑戦しようって思った人の周りの人ぜひ応援してあげてほしいなっていうふうに思います。なんでこれを思ったのかはちょっとわからないんですけども、こう何を話そうと思ってた時に考えてたらこういうのがパッて出てきたんでちょっと話してみました。ちょっと伝わってなかったらごめんなさい。本当に話すの苦手でこう一人で。そしてですね次に話すのがなんで個人の活動に挑戦するのかっていう話なんですけども、まあ基本僕たち5人組でコムドットっていうグループで活動していて、雑誌の表紙だとかテレビ収録だとかテレビの CM だとかね5人でやらさせていただいてるんですけども、その中で個人個人ブランドのモデルさんに抜擢されたりとか、僕は演技のね仕事を初めてやらさせていただいたりとか、本を出したりとかね、いろいろ個人で活動してるシーンが何度かあると思うんですけども、なんで個人の活動に挑戦するのかっていうと、まず一つは思い出ですね。まあ、よく言う言葉で人生一度きりっていう言葉がありますけども、まあ、本当にそう考えた時に、まあ、人生は一度きりなんですけど、本当にそれを深く考えた時にやってみないのってもったいないかもなっていう風にある時思いまして、演技とか写真の被写体になるのとかすごい苦手だったんですけど、昔から携帯で写真撮られることすらも苦手で、こうやって人前に出ることなんて結構苦手な子だったんですけど、 YouTube を始めて前に出るようになって人生一度きりを日にね謳歌していってる気分になって、夜中まで編集をするとか朝早くから原宿に行くとか、そういうことをやってるうちにうわ今めっちゃ生きてるわっていう風に思いまして、昔なんかもっといろんなことしたいなとか、これもやってみたい、これって現場どういう感じなんだろうとか、そういう好奇心がね湧くようになりまして、なんかやっぱすごい楽しいです。この自分の未知の世界に飛び込むとか、知らない現場に行ってみるとか、新しい感覚すぎて、まあドキドキはするんですけど、まあ裏方がね毎回ついてきてくれるから成り立ってるっていうのもあるんですけど、一人じゃなかなか行けないかもな。まだボンとか乙部とかがその時ついてきてくれるんで、やっぱ安心感がありますよね。その知ってる人が一人でもいるっていうのは、個人の活動に挑戦する理由として一つ大きいのはやっぱ思い出に残したいっていうのがありますね。2つ目、身内を喜ばせたい。
まあ身内って言ったんですけど、まあこの活動をしてない地元の友達とか、僕高校の友達とか、それこそ家族とか演技の仕事をするって言った時にってなってたし、その反応を見れるだけで挑戦した甲斐があるなっていう風に毎回思いますし、本を出すってなった時もゆうたが服の本っていう風に昔からの友達はなるわけですよ。うわなんか鳥肌ってなるわけです。それだけで驚いてくれてる、楽しませてるかも俺今みんなをっていう風になる感覚で、個人仕事で、ね、今後も挑戦していきたいと思うんですけど、嬉しいですよ。そのやっぱ個人の仕事も応援してくれる友達とか家族ってまだまだ挑戦しようって思わせてくれますし、それだけで視聴者のね子たちもゆうたくんの演技なんかいつもと違う感じですごいいいとか、逆にいつも通りな感じでゆうたくん演技うまいとかそういうの言ってくれるだけでなんかテンションが上がるんですよね。なんかクールな感じっていつも言われてて、まあ基本的には性格はクールなんですけど、中にこう秘めてるものって結構自分の中で熱いと思ってまして、こうテンションが上がるとできるできるできる、俺できるかも、お俺絶対できるぞ、よしやろうっていう風になるタイプで、みんなから自信をもらうためにやってるっていうのもあるかもな。逆にまあ個人仕事で批判されることももちろんあるんですけど、自信をもらえることの方が多いですから、ありがたいことに本当にね、ここはもう感謝というか、まあ感謝っていう言葉で終わらせるのは失礼なぐらい感謝してます。今こう即興だと感謝っていう言葉しか思いつかないし、ありがとうっていう言葉しか出てこないんですけど、本当にこうやっていろんな活動できているのは視聴者の方が応援してくれてるから、友達が応援してくれてるから、家族が応援してくれてるからっていうのは本当に大きくて、もう全てが心の支えになってて、まあ批判を食らうこともたくさんあったし、これからもあると思うんですけど、そういう人たちがいるおかげで保ててるというか、自分が多分そういう人たちがいなかったらもう特に僕の心はぶち壊れてるんで、本当にメンタルが弱いんで昔から、本当に感謝してます。グループの活動とね個人仕事まで応援してくれて、全員がもうお母さんみたいな感じですよ。で本物のお母さんはスーパーお母さんで、でみんなはもうお母さんみたいな、お母さん目線みたいな、本当に温かいです。ありがとうございます。これからね個人活動で挑戦したいことなんですけども、グループで5人でもっと大きいことやりたいなっていうのがやっぱ一番あるんですけども、個人のことで言うと、まあラジオですかね。ラジオは本当に昔からやってみたいっていう風に言ってるんですけども、高校生の時に国語の授業で音読の時間あるじゃないですか。教科書ここからここを佐藤くん読んでみたいな。その時に国語の担当してた先生が、佐藤くんいい声だねみたいな、アナウンサーとかいけるんじゃないのみたいに言われたんですけど、なんかその声を褒められてから俺いい声なんだっていう風に思って、自分声小さいっていうねコンプレックスがあったんですけど、自分で昔から声小さいし遠くの人まで声が通らない、ゴモゴモしてるっていう風に、ね、自分で思ってたんですけど、その時いい声だねって言われてから俺の声ちょっと好きになってですね、そっからなんか、まあ、ラジオって耳で聞くもんですから、まあ、最近はそのラジオの動画みたいなやってるとこの映像とかも見れたりするんですけども、基本的に耳なんでマイク近めてね、こう低い声で喋れたらなと思います。ラジオね、まあ、夢の話ですけど挑戦してみたいなとは思います。個人密着だったんで個人のことをちょっと集中して話したんですけども、最後に今年の年内目標の400万人について最後お話しして終わりたいなと思います。で現在のチャンネル登録者数が371万人ありがとうございますなんですけども、まあもう10月も中旬で、あと11月12月で今年が終わるんですけども、残りの期間であと約30万人の方にねチャンネル登録してもらわないと年内目標が叶わないっていうことでね、そんな中今活動してるんですけども、焦りと不安がないって言ったら全く嘘になります。この後はもうほんとイケイケどんどんガツ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 っていう風にみんなのおかげで活動できてるんですけども、もちろんこの毎年毎年目標を公言することにプレッシャーもあるし不安もあるですよ。そこに嘘つく必要はないなって僕は思うんですけど、そこに自信を持たせてくれてるのが毎年毎年いつも応援してくれてるファンの方たちで、自分たちがこうやって活動してる中で面白いとか頑張ってとか年内目標絶対達成できるように応援してますとか自分の友達に広めてくれたりとか、そういうことの一つ一つで自信がついてここまで目標を公言してガツガツ活動できてきたんですけど、前の動画でね今年で最後の目標を公言にしますっていう風に発表したんですけども、その動画のコメント欄とかを見てて当然逃げだなっ
って言われる風には思ってたんですけども、なんか自分たちの中でもちょっと寂しい感覚はあって、ずっとこう目標を掲げてガン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 走り続けてきたので、ああいう発表をして逆に来年どうなっちゃうんだろうっていう不安が今あるし、まあ、来年のことを考えてるっていうのも本当におこがましい話なんですけど、まずは、ね、今年を見なきゃいけないんですよ。すいませんね、来年の話をしてしまって、本当にすいません、話がごっちゃごちゃになってね、気苦しいかもしれないんですけど、あとちょっとなんで最後まで聞いてくださいね。年内目標400万人絶対達成します。絶対なんてないっていう風に思うと思うんですけど、まあ絶対なんてないんですけど、この地球にね未来が見えてる人なんていないんで、それでも僕たちは絶対って言い続けたい。絶対って言い続けることで自分たちを奮い立たせたいし、走り抜けたい。今年を変わらずにね、ずっと僕たちを応援してくれてる子とか、新しく僕たちを好きになって応援し始めてくれた方とかたくさんいると思うんですけど、全員でエンジンを組みましょう。僕とヤマト、ヒューガ、アムギリ、ユーマ、そして今こう見てくれてる視聴者の方々、プレミアのチャット、あるいは後々見てくれてる子、全員で肩を組みましょう。肩を組んで一回話し合いましょう。コムドット最後の目標です。400万人、僕たち5人は本気でいけると思ってます。400万人達成に向けて何個も作戦を立ててますし、頑張るスイッチは全員入ってます。気合満々です。今年走り抜ける準備できてます。皆さんはねどうでしょうか。こんな僕たちを今年最後まで応援してくれますでしょうか。年内目標まであと約30万人ですが、達成できると信じてくれますでしょうか。信じてほしいです。そしてぜひ協力してほしいです。学生の子とかがね、休み時間に友達にチャンネル登録してもらったよってインスタのストーリー上げてくれることとか、お母さんお父さんに登録してもらったよとか、いろんな声をいただいてすごい嬉しいです。本当に嬉しいです。僕たちだけの力では決して達成できない年内目標400万人。ぜひ皆さんの力も貸してください。僕たちはずっと頑張り続けるので、それを見てね、こいつら本気で頑張ってるなとか、あちょっと面白いじゃんとか思ってくれたらでいいです。無理にとは言いません。無理にね、友達にチャンネル登録してよっていうことはしなくていいです。本当に本当に心からコムドットを応援したいとか、この人たち面白いって思ってくれてる方、ぜひコムドットをね日本に広めるお手伝いをしていただけないでしょうか。本当に年内400万人に向けてこれからも活動本気で頑張りますので、ぜひとも応援よろしくお願いします。そしてね、最後にこのゆうた個人密着見ていただき本当にありがとうございました。今見てくれてる方の中にね、もしかしたらチャンネル登録をねしてなかったっていう方がねいるかもしれないので、念押しで言っておきます。右下のね赤いボタンからチャンネル登録っていうのができるので、ぜひそこをポチッと押していただけたら、僕たち年内目標に一歩ぐっと近づきますので、そちらの方もよろしくお願いします。これ自分で編集するんですけども、なるべくねいいものを皆さんに届けられるように頑張りますので、楽しみにしていてください。この動画最後までご視聴いただきありがとうございました。それでは寝ましょうみんなね。今日はお疲れ様でした。今日も一日いきます。それではまた次の動画で、バイビー。